皆さんこんにちは、よっちでございます。ということでですね、今日はですね、皆さん聞いたことないですか？お酢を飲むと体が柔らかくなるということを聞いたことはないでしょうか？それが本当か嘘なのかを検証する動画でございます。ちなみに僕はですね、この話お母さんから聞きましたということでね、これが嘘か本当かをね、お母さんが嘘をついているかついていないのかということをね、調べるための動画でもあります。ということで、用意したものがですね、こちらお酢でございます。お酢いろんな種類があるんですけれども、これはリンゴ酢です。リンゴ酢ちょっとね、紫っぽいですけれども、これはお酢でございます。まあこれは水です。水でございます。ちょっとね、これやばいと思った時にちょっと飲ませてください。はい、ちょっとここで用意したものがあるんですけれども、はい、こちら飲む前、飲んだ後というふうにですね、区切りたいと。まず飲む前にこの赤色のマグネットを、ちょっと待って、まずセットあるんで、そちらの方、ここ壁です。これそれですね、壁。こういうふうにペタッと貼っていきます。まずは飲む前のこの赤色の磁石から貼っていきたいと思います。もうガチでやるんで、よし、いくぜ。思いっきりやるから、本当に演技とか全くしないつもりなんで、思いっきりいきますよ。ちょっと裸足になろうか。よし、いきます。まだ飲んでないですからね。ここ、あれ足でね、これです。はい、飲むの怖いんですけど、やろうか。まずはいっぱい飲んだら変わるのかというのを検証していこう。まだ入れた方がいい？やっといっぱい飲めたんで、この赤のマグネット貼っていこう。はい、本題こっちだからな。ちゃんとついてるぞ。いくぞ。せーの、ほんのちょっと前伸びた、ちょっと気持ちいい、ちょっと。ここに1杯3杯5杯って書いてあるけど、ちょっとどうしようこれ、全然変わんなかったな。これ気持ちの問題か。早送りになるんだろ。タイム、水入れよう。もう水、あーし、はい、こちら3杯目飲んだんで、このオレンジのマグネットを貼っていきましょう。いきましょう。とりあえずもうね、こんだけ苦しい思いしたから伸びていってもらわないと困るよね、本当に。いきます、せーの、へっ、ダーリン、変わりたら気持ちの問題。3杯、ちょっと伸びた。いやもうここまで来たらね、もうね、お酢これだけ飲んだのにっていう気持ちが湧いてくる。いや、これ意味あるか。もはやもうこれ体柔らかくなるとかいうより、
これだけ苦しい思いしたから伸びねえとどうすんだよみたいな感じの気持ちが出てきちゃう。誤配あるかなこれ。あ、じゃあまあ誤配というね縛りはなくしてこれ全部飲み切ろう。ということで、ラスト5杯ラスト1個ということで、この黄色はもうあれ1本開けた状態、もう体がもうすさまじく柔らかくなってるはずの状態ですから、この3つ絶対超えないとダメなんだよ本当に。5杯目いきます。せーの、ふっ、やりません、そんな態度ないのよ全然。だからもうね、このね、この差は何かって言ったらもう気持ちです。気持ち気持ちです。これお酢全部飲めるかやってみたみたいな感じになっちゃいましたけど、お酢を飲むと体が柔らかくなるって本当という、動画でしたけども、嘘ということでした。はい、ということで次回の動画もよろしくお願いいたします。それではまたねー。